では見ていきましょう。今回代理投稿になります。普段キルタイムコミュニケーションでなどで、漫画を描いています、ロリコントラップ先生のプレイになります。4月29日の、コミチに出展されるとのことで、そちらの宣伝も兼ねて、こちら代理投稿させていただきます。そうですね、簡単に言うと、まあ、漫画家仲間ですね。相手のデッキはキバタンで、定位が長槍即即即なので、かなり相手のキバに対して牽制かけれそうですね。というところで、早々の復兵で、ここで定位が撤退しますが、監視にまだ1本槍兵がいるので、ここは序盤に1部隊取っているというのもあって、数の面では4対3、五分五分には持っていけそうというところでしょうか。高めのラインを作って、騎馬隊の制圧に高い騎馬を走らすことによっての内乱を防ぐという感じですね。で、序盤は柵をどこまで守っていけるかという感じでしょうか。今回のバージョン、結局崩壊ラッタ入んなかったですよね。いや、あのカードは今後も、まあ、使われ続けるでしょうね。あのスペックだと、もう計略修正じゃどうしようもないんで、あのカードに関しては。ただこちらにもいる鉄力津、このカードもかなり破格のスペックですよね。号令持ちでありながら武力8知力3で、特技に向上を持ってて、さらに正気は兵力速度制圧とどれも優秀なものばかり。このカードはかなり号令持ちとしてのスペックやばいんじゃないかなって感じますね。で、崩壊を迎撃取って追い返したところで、こちらは鉄力図、チョイスは赤は、武力が上がり兵力が徐々に回復、そして一定時間ごとに地上にダメージを受ける効果、武力プラス5に加えて兵力回復がつくので、かなり押し込んでいけるという感じ。あ、ここ深差し選択、この判断すごいな。これですが、相手の曹操の計略って式10から打たないと2回目打てないんですよ。で、今魅力差が式1分あって、相手今この時点で、ようやく式10なので、あのこちらが深差しを選択した場面では、まだ曹操打っちゃうと2回目間に合ギリギリ間に合わないんですよ。それ見越して、あのお前どうせ計略打てねえだろうと、そういう考えで深差ししていく、この判断素晴らしいな。というところで、もう一部隊撤退させたらもう曹操は撃てないというところで、ここはもう相手の曹操を共有す式2で共有する形かな、共有して、ここで相手は義王の波動で、ここは再起前提かな。もうあの深差しの仕方からして、おそらく想定しているものと思いますね。監視と定がギリギリのところでしのがれてしまいますが、まだ防作もあるので、相手のデッキには血のりも入っていないですし、ここはあの再起と防作である程度の被害で抑えれそうという感じでしょうか。で、相手の曹操の2回目を打たせたところでですかね、再起はここかな。防作があるんで、できるだけここで打ちたいですね。曹操が防作で後ろに弾かれる形を取りたいはず。というところで、やはり再起の方、式防作。いいですね。防作でギリギリ曹操を後ろに弾けるところ、いいタイミングですね、素晴らしい。で、東伯をギリギリまで戦わせたところで、監視、無邪気なのろし、これは、反逆の車輪版ですね。武力はプラス4というところで、相手は連冠の方、こちらの突撃を防ぎつつ、副効果が、工場精兵なので、副効果がかなりこれ生きる形になりそうですね。工場速度が上がっているので、ここ工場取られると、特に崩壊はかなり迅速高校校の個体を使っているので、この崩壊がかなりダメージを削ってくるかなという感じでしょうか。ただ3コストで縄文に来ている曹操を撤退させて、
でこちらは、事情のここで、崩壊の一発が入ってしまう。で、宗純の一発プラスない。おっとこれは内乱でギリギリまくれないのではというところですが、相手のデッキは騎馬隊なので、ここはもう宗純の一発は、入れない方向でしたね。まあ橋工場、騎馬隊なんで橋工場でまくれるだろうという、そういう判断でしょうかね。で、ただ相手は曹操で、士気を吐いているので、ここをどう守るかというところでしょうか。ただこちらとしては内乱を受けたくないので、鉄力津今のところで範疇打ってしまうと、内乱を受けてしまった際に、逆転されてしまうので、ここは鉄力津こういう時に使えるのが強いですね。チョイスは青で武力がプラス7に、一定時間ごとに兵力減少。相手は刹那の神速号令、これは崩壊を走らせに来るパターンでしょうかね。でこちらはどの道士気が少ないので、士気2で退路遮断を使うことによって城内突撃を防いでいく。特に城際の一定のスペースで走れなくなるので、突撃するスペースを潰す意味でも退路遮断という感じですね。で、ここ範疇の工場が入る。これは2コストに加えて、城持ちなのでかなりダメージが入りますね。相手の崩壊も殴りますが、こちら監視の工場が入って勝利。最後に、まあ、改めて宣伝なんですけど、ロリコントラップ先生の作品、こちら、画像の方出しておきます。FGO 本ですね。いろんなキャラクター書いているそうなのでお得ですよという感じで、それでは、よろしくお願いします。今後もまた機会があれば、他の方の動画を代理投稿していくこともあると思います。投げていただければ動画するということもあると思いますので、もしよろしければ、よろしくお願いします。そんな感じでお疲れ様です。